国立台湾大学は、中華民国台北市台安倉各袋4段1号に、本部を置く台湾の国立大学である。1928年に設置された。大学の略称は大々うん地元では、帝大や、第一学府の愛称で親しまれている。国立台湾大学システム及び、台湾 EU センター7大学連盟の一行。 メインストリートである八はや大道シンボルの風称、国立台湾大学は、日本統治時代の1928年に、台北帝国大学として設立され、第二次世界大戦終結後の1945年に、現在の名前に変更された。前身として、台湾総督府医学校などがある。 国境内戦後中華民国随一の最高学府との位置づけがなされ国立中央大学は国立台湾大学に置き換えられた。2002年、指定国立研究大学7校の一つに指定される。さらに、日本台湾交流協会は代々を台湾の7名門大学の1校に紹介している。現在は11学院、54学系、96研究所。 33研究中心と夜間部を要し、3万人を超える学生が通うマンモス校である。著名な卒業生には、ノーベル科学賞受賞者である、リエンテツ、チューリング賞受賞者である、陽気サトシ、ウルフ賞受賞者である、陽ウサチオコり、大ーエラを、はじめ、100名を超える、国立科学アカデミーの因子、李トウキ、水ンスインバキュ 蔡英文ら4人の中華民国総統、連戦、リオ修練、ゴ厚ツ陳建人、来ライキら5人の中華民国副総統その他、台湾はもとより、世界各国の政、財、官、学の各界で活躍する人材を多数輩出している。第二次世界大戦後、風格都市元北京大学長が、 台湾大学の新学長に就任し、大々の自由主義興風を打ち立てた。台湾の白色テロ時代に、大々のキャンパスは、全国唯一の学生運動が許可されたところであり、大々教員、学生と出身者が発動した、社会運動は、台湾民主化の重要な推進力となった。医学院附属病院国立台湾大学の起源は、 日本統治時代の1928年3月16日に台湾台北州台北市戸田町で7番目の帝国大学として設立される。大学設立の準備段階では当初台湾大学との名称が用いられ、その後台湾帝国大学が用いられたが台湾帝国大学では台湾帝国の大学との誤解が生じるとの理由から1927年に 台北帝国大学に名称が決まった。日本内地の帝国大学が文部省の管轄であったのに対し、台北帝国大学は台湾総督府の管轄であった。当初は文政学部と理能学部の2学部が設置され、1928年4月より開校した。さらに1941年には余科も作られた。 1945年度時点での学部構成は、文政学部、理学部、農学部、医学部、工学部であった。国立台湾大学は、旧帝国大学としての連続性を有しつつ、現在に至るため、台北帝国大学を前身として位置づけている。一方、ソウル大学校は、慶状大学の廃校後に新設された経緯があるため、同大学校は、 慶上帝国大学を前身とは位置づけていない。な1945年8月15日の終戦により、同年11月15日に、中華民国が接収して、国立台北大学と改称した。1945年12月15日に、国立台湾大学と改称、現在に至る。カテゴリー、国立台湾大学の教員も参照。中退した者は、 社辞で表す。ファン氏の部下や書目軽量とも学術評価、国、七都古研究型大学論文発表外教分析。因文分析とも学術評価権打ち解論文集、135から152。交流、ナンバー879、P6、国公立大学5校、私立大学2校を選定した。国立台湾大学、国立成功大学、 国立聖火大学、国立交通大学、国立政治大学、婦人大学、東暮れ大学。理久自前、台北帝国大学設立計画案に関する1、考察、茂原丹の設立構想を中心に、神戸大学大学院人間、発達環境学研究科研究企業第1巻第1号45から64ページ、台湾 AI ラブス設立、官民連携で、 台湾 AI 元年へ2017年4月28日。台湾トゥデー。ありがとうございます。